ナスディの大冒険 YouTube 版無人島で2泊3日0円生活。無人島生活前日、別の無人島に前乗りし、ああダメだ、やっぱぐちゃぐちゃってなる。何の練習してるんですか？崖からサメを釣るための。崖からサメを釣るためのここで練習しておくことによってなんか気持ち入ってきましたね。魚の血の匂いを嗅いでサメにスイッチが入って、サメが寄ってくるじゃないですか、タコの血とか僕のスイッチも入りました。こういうのをサメさんとロケに行くとちょっと練習してくださいよとか言うの。浜口さんってこれちょっと浜さん撮影しますんで練習しててもらっていいですかとか言うと、そんなん絶対使わへんやろってやつバレへんねんな浜さんだけは。アイノさんもこれいるとか言うのってオンエア終わってからなんですか。なんやったらもうそれも忘れてますからオンエアって。ゆい子ってすごくいいんですよ、そこは全然気づかないんですよ。8時間ぐらいなんかやってもらって全部カットしても言っときますよ。浜口さんがなんか結構アホアホって言われてるじゃないですか、その影に隠れたアイノさんも結構来てるんですよ。この練習しときも多分思ってるより足は超過上がるでしょうね。やっぱサメ釣りって誰もやったことないことだから、誰もやったことないことだから練習して努力しないと。わかります。はい、誰も返事をしてくれなかったんでへでしましたけど、自分で言って自分ではいって言うとおかしいんでへでしましたよ。運転できるのすごいですよね。免許持ってるだけですか。ヒマラヤからダイレクトに無人島へ向かうナス D だが、よい子はよっしゃあるぞ、無人島行くぞ、寒いですね。無人島のためではないが、有野は最近うちの有野も最近ジムで鍛えております。イエーイ。ジムのトレーナーがこういうなんか運動した後ここに大きい玉ねぎ作りましょう。肩のオニオンを使って無人島でっかい家作れ。肩のオニオン取らないで。上陸場所は濡れないようにこの砂浜。引いた引いたらよし。今やジャレー今すぐは2人だ危ない開けたジャレー今すぐは2人だ危ない開けたいいなどうした痛ぇびしょびしょやあいつ。有野も行くしかない。今言うて今冷たい冷たい嘘つき嘘つき強敵一方、そうですね、絶対勝ちたいね。いやもちろんです、勝とうね、絶対。絶対あの吉田沙織さんの連敗をストップさせません、うん、連敗連勝をちょっと掴んでくださいしっかり掴んでください。変なとこ掴んでないか大丈夫。ごめんごめん、今確認されてるから大丈夫かな、知らずに掴んでたけど。いや掴んでください。ごめん、はい、だって私だけ支えるとこないんだもん。そしてナス D は運転できるのすごいですよね。免許持ってるだけですか。大物一発狙い、今回は衝撃映像一点狙いです。今年はもうヒマラヤからダイレクトに無人島に来たので。疲れはないですか。疲れないです。今から行く目的地の一個前の島、あの左側の奥に見える島に向かうんですけど、その前に一個前の島に向かいます。この手前のでかい島で漂流物を拾って使えるものを拾ってから行きます。奥の島は何もないんで、こっちで手前で拾ってから行きます。意気込みは衝撃映像一点狙い。今年はその細かく魚釣りたいとかしないんで。吉田沙織チームとヤクトチームどっちが強いんですか。どっちも強いと思います。今年は沙織さんみたいにレスリング強いけど、どうなるんですか。多分体操はなんか無人島でやると面白い。体力的にあるだけで女子です可愛らしい。去年ヨイコさん負けたじゃないですか。今年は気合入ってますか。ヨイコさん、いやそれヨイコに聞いてください。入ってない。なんちゅう質問するんですか。丸出しの質問で、あすごい、何がいろんな方向から来るな。ライト立ってる。何が今回家パパッと作って、とにかく大物一点狙いなんで、そこに上陸しようかな。恐竜物は宝の山なんで、ここで宝を持って無人島に向かいます。終わります。はい、やっぱ上陸の瞬間緊張するよな。どうしてもここで一旦漂流物を拾います。うわ角材歩いてない。今座ってたの、こうやって無意識に座ってた椅子がもう角材です。こっちも角材、もう2本ある。すでにこれ使える。これ持ってきましょう。薪にも使えるし。うわー竹あった。うわー角材ある。なんかちょうど仕込んだみたいに均等いい位置に。ちょっと待ってくださいよ。あれもしかしてドリンクじゃないですか。これドリンクですね。いやこれは飲めないですよ。あれ謙遜白です。
何のドリンクなんすか。いけるな。いや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 、腐ってますって。ちょっとガソリンの匂いするけど、行ってみましょう。いやいや、飲めないです。ちょっともしかしてお腹痛いとかそんな感じ。ないですないです。トゥルンヌと違って、水だったんで、はっきり言って全く腐ってなかったんですけど、ちょっとオイリーな海水です。なんか無人島に一人でいると自分の島見てて気持ちいいんですよね。無人なんで一人なんで、これも持ってこう。こんな角材絶対使いますから。結局家の材料にもなるんで、これは絶対持ってきます。こんなん家の材料ですから、もともと使いやすそうな竹が結構。今回行く島の土台が岩場で、安定させてないんで、岩場をまっすぐにまずしてから家建てるんで、木材いるんですけど結構あるんで持ってきます。こういうまっすぐな木があるのに、こういう曲がった木を選ぼうとしちゃうんですよね。好きなんで。でも今回はまっすぐが欲しいんですよ。野台作るんで。竹あった。こういう竹が10本ぐらいあったらもう家完成するんですよ、ね。そうそう。うわあ、もう全部持ってきたいぐらいだけど、あの船乗れる量があるんで、物量は。船が沈みます、ね。なんか海賊の話みたいですね。宝取りすぎて船が沈むっていう。あれ。うわあ、あった。何ですか。本日3本目のドリンクじゃないですか、これもしかして。これ何ですか、ドリンクじゃないですか。あ、完全ダメなやつですか。わかんないです。匂いで嗅いでわかんない。炭酸水行ってみないとわかんないですね。わあ、炭酸みたいなことした。あ、すごい甘い。これいけるな。いや、いけないっすって。いけますか。いやいやいや、うわ。うまい。どんなんすか。ちょっとこれ腐ってましたね。腐ってるものも何グラムまで飲めるかっていう実験です。ちびっこのみんなはもう絶対真似しないでほしいです、全国の。そういう逆にやっちゃダメだよっていうことなんだけど、やったらこの後大変になりますよってことなんだ。しょっぱい。相変わらず靴はすごいあるな。うわあ、もう常にドリンク探しちゃってる自分がいる。ふわ、見つけた。いや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 、僕の方になんか2リットルのペット見つけちゃった。いやいやいや、これ水のタンクにしよう。こっちの島は水が湧いてるんで、これ持ってって水のタンク。向こうの島は水がないんで、傘みたいなものを用意して海水煮沸すれば塩と水が取れるんですけど、それやろうかなって今回思ってたんですけど、時間ないんで、このポリタン押してたんで。こっちは川があるから、これ水汲んで持ってこも。無駄なことはしないでおこう。あ、めちゃくちゃあるな、角材。これ家作り放題じゃないですか、ここ。1ヶ月もあれば5点経ちますよ。ただ今回は正式に上司に言われたんで、はい、去年みたいにダラダラ取っちゃダメだよ。考えてよ、放送6時間半しかないんだから。で、上司のお母さんに言われたんで、放送時間6時間だから考えて取ってよ。え、何ですか、お母さん。だ放送時間考えてやんない。全然聞こえないですよ。僕の上司の奥川さんの声が全然聞こえない評判なんですよ。わ、結構な角材祭りですね。すごいですね。どうした、今年は。去年のオンエア見た人が置いててくれたんかな、これ。今年はパパッとやって、視聴者の皆さんが真似できるような家を建てますから。わあ、いい材料いっぱいある。よかった。これあるかないかで結構でかいですからね。はい、あるある、すごい。木材なかったらどうしようかなと思ってたんです。崖だったんで、はい、ここで揃うな。買った。勝ちました。もう勝ちっす。わあ、しかもなんかお家の印のように、ほら、すごいクリアな感じの足元のドリンク。いやいやいや、酒かな。ちょっと匂いだけで言います。うん、なんか動いてるな。どういうことですか。虫がいるのか。僕はもう3本もうドリンクいっちゃって、頭がおかしくなったのか。ええ、これいけるな。いや、いけないっすって。いけますか。いやいやいや、うわ。4本目なんで。もう全部飲まなくていいんじゃないですか、もう。いや、ちょっと残しますよ。いやいやいや、残せばいいじゃないですか。ほう、目が覚めた。いや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 。すごい嫌な香りのする海水です。しょっぱ。言われます。コンプライアンスに海さんって人がいるんですけど、ダメルくん、あの漂流物のやつはね、完全にアウトだからね。使う場合は自己責任で。だって俺見せたくないもん、子供に見せられないもん、言われますよ。ということで角材取っていきましょう。使いやすそうな角材だけ。角材取りながら家の構造も考えてますからね。家作るのに10時間とかかからないですよ、想定時間は。今回土台作るので3は欲しいですね。3時間ですか。まあ5時間ぐらいかかるか。5時間でやってさっさと大物狙わなきゃいけないんで、行きましょう。はい、やりましょう。やりましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。いい角材拾った。そうですね。サクッと拾えたの、いい買い物できた。無料です。とりあえず下仕事。すごい計画的に進んでる。去年と違いますか。甘く見ないでください。そしてナス D はゲットした家作りの材料を船に積み、いよいよ目的の無人島へ。あそこです。崖。
その頃、昨年の雪辱に燃えるよい子は助っ人に誰逃れを呼んでいた。え、ヒルド、あれそれ、これでいく、スクール水着ちゃうの、1の6って書いてあるやん。そう、いや、海めっちゃ怪我するで。磯がいっぱいあるよ。余裕、そんな肌出てたらめちゃめちゃ切るで。大丈夫、いけんの。はい、一体化します、海と。私人魚なの。人魚なの。あ、人魚なんですか。そう、魚も取り放題ってこと。取り放題、今日許可得てるんで、人魚界で。人魚界、はい、で魚とも会話できるじゃん。だからもうこうやってやったら寄ってくるんで、魚。え、どうやって。人魚の生まれ変わりとやらを、はい、めちゃくちゃやりますよ。見せてくれ。はい、ウエット金でええな、もう一回。大丈夫です、大丈夫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 。水着のまま行くねんね。大丈夫、ほんまやで。はい、よし、行くぞー、海へー。すごーい。誰逃れも続く。よーよーよー。大丈夫。寒い。え、めっちゃ寒い。バカ野郎。だからウエット気のつかだろ。やばい。まずは浜口、森を構え、潜水と同時に逃したが、さらにもう一発外したが、本番はここから。狙うはこの小魚だが、まだ無人島に来たばかりで体が慣れていないのか、浜口、森を離すタイミングすらつかめない。次はこの岩の隙間、獲物は残念ノーゲット。しかもその浮上途中、うん、頭を激突。これは地味に痛いやつ。今のところいいところはない。ではウェットスーツを着た誰逃れは、横に泳ぐのは得意だが海での潜り経験が少ないということで、練習しながらお魚を捜索していた。すると、取ったよ。え、やばい、取った。水中カメラマンがスタンバイする中、あっという間に取っちゃった。嬉しい、打ちしたら取れた。すごい、やられたって顔してる。誰の流れに取られたって顔してる。なえ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 。かわいい、柔らかいお口してる。止まれって言ったら止まった、取っちゃった。助っ人として呼ばれたからにはもっといいところを見せたい。ここで何やら水中カメラに合図。するとその先には、不思議な形をした貝がいた。誰逃れ、これを。お見事、がっつりキャッチ。取ったのは漢字の水に似ていることから水地貝と呼ばれる貝。殻が硬くて丈夫なことから、地域によっては家内よけ、魔よけの装飾品にもなるという。一方、森付き歴15年のベテラン浜口は未だ獲物ゼロと、ここでお魚の群れ発見。あの中から一匹ぐらい突きたいところ。すっと潜水、そしてやった、ズバッと一突き。浜口、無人島で待望の一匹目ゲット。ちっちゃい魚だ、サッカだ。やった、ちっちゃいな。この日の漁は浜口の小魚1匹と、誰逃れが水中カメラが回っていない時に取った魚と水地貝、これに有野と鶴野が釣った魚10匹を合わせ計13匹だった。一方、
霊長類最強の女吉田沙織が無人島に上陸。果たしてどんな生活を送るのか。ちょっと指入れてみてください。やだ。指。やだ。ほら。ほら。まず飛んでくるものダメでしょ。噛まれるものダメ。虫がダメ。虫ダメ。結構。虫いないよね、山の中。山の中虫いっぱいいますよ。いますよ。虫だらけですよ。こっちの方がいいじゃん。あ、ダメです、ここは。もうダメです。なんで、いやいや、急に潮が来たりするので大丈夫、あの虫では絶対に死なないんで大丈夫です。そっか、はい、そっか。意外と乙女な吉田、はい、果たして。一方、破天荒のナス D はゲットした家作りの材料を船に積み、いよいよ目的の無人島へ。あそこです。崖小ザメ島、大きい島が左側、サメ島、サメの形してます。左側が頭で右が尻尾です。でその右側、これ小ザメ島、今回ここで生活しますから。ザメがその島の周りにうろうろしてるって聞いてます。それも今回釣りに行きたいです。何を狙う？サメを。サメ島を食べます。サメ島のサメを食べます。サメ島でサメを取って釣ったサメだけで200日生活する無人島生活。生活2つやっちゃいました。ここですから、僕らの生活拠点はここでやりますから。200日、こんなとこ家建てれるんですか？建てます、建てます。ここに建物を建てようとするんですか？あの上のあたりですね、上の台みたいなとこあるじゃないですか、あそこに拠点を建てようということです。そこに着岸します。大丈夫ですか？大丈夫です。そこにつけますから、ここにパッとつけて飛び移ります。危ないのはこの着岸して、あ、着いたと思って行っちゃうと船との距離がまた空いちゃって下落ちちゃって船で潰されるっていうのが全然ある話なんですよ。危ないんで今いいよっていう時に行きます。ここ開けとかないと。ちょっとですね、行きますから、行きますか。大丈夫ですか？まあ大丈夫です、大丈夫です、行きます。よっしゃ、ここで生活しますか。上陸し荷物を運び入れると。着きました、ここです。着いて早速ウェルカム会がありました。松葉貝ありました。ウェルカム貝。これ食べれるんですか？食べます。そう、簡単です。こう取って着いてもう10秒でご飯です。うまっ。さあ家作りましょう。あそこに家作りましょう。スペースありますこれ。わあ、また貝あった。ここ松葉貝多い。とにかく家建てないと始まらないんで、はい、家建てますよ、はい、すごいとこですね。拠点建ててから大物狙います、はい。何やってるんですか？無人島生活してます。サメ島で釣ったサメだけで200日生活する男をやってます。無人島生活の中で、はい、そんな上行くんですか？波が危ないんで風と。あ、上行きましょう、はい、すごい行きますね。破天荒すぎるナス、一人だけ異次元の無人島生活だ。スペースあります？ここです、ここ拠点です。すごい、結構わりかし平らなんで。あ、そうなんすか。ここ拠点にしましょう、はい、よし。今回の拠点はここです。ここ狙ってたんですよ、ね、先客いたらどうしようかなと思ったらたまたま空いてました。たまたま。ちょっと平らでしょ。ありますね。ここの土地が結構わりかし斜めなんで、土のうで、はい、まず土台作っちゃって、はい、もうちょっとまっすぐにしましょう。でその上にちっちゃい家を建てると。意外とこっちが危ないですね。ひひ、ここに崖に家を作ります今回。すごいですね。もう一個上でもいいんですけどね。いやいやいや、ここでいいっすよね。みんな楽しみじゃないですか、ここがどんな家になるのか。ビフォーアフターやって家できたらまたナレーション入れてあげます。考えるのめんどくさいでしょうからみんな。場所的にはやっぱそこっすね。ああ勢いでここまで来たが、ふと冷静になってみるとちょっと不安感じてるな。やっぱりそこそこ来てるかもな。思ったよりはいかないかもな。足場が全然ないや、もう動けないですよここ。これも過去最高に過酷じゃないですか、こんな。もうとっとと釣って帰りましょう。とっととサメ釣って料理して帰りましょう。ここにちっちゃい岸立てます、まず最初に。いやここ強敵ですね、無人島としては。ここで生活は厳しいな。食料を取ってからやもんな。いざこうサメでっかいのかかるじゃないですか、はい、それを どう引き上げようって。それちなみに目標のサイズがあるんですか？具体的には想像してきたんです。でかいのが取れて3メートルぐらいまでだったら上げれるかなと、この陸に。それ超えるやつ。そうです。で3超えた時はここに乗らないですからね。そうですよ。もうちょっとずつ食べていこうかなと思ってます。減らしていくっていう。ある程度食べたところで陸に引っ張り上げる。
どうしようかな、これ2泊3日ぐらいだったら入れるけど、この島に流れ着いた時点で死ぬな、きっと人は。しかし、ナスはここに寒いたらポーン飛び込んでいきますけどね。え、それを捕まえるってこと？こうです、こうして、でそれをカメラにこうです。結構大きい亀の手ありますね。亀の手、亀の手は亀の手に似ているから亀の手って言われました。北海道からマレー諸島まで分布するエビの一種なんですよね、本当はね。波で運ばれてくる餌を満脚って言われる触角みたいなのが出てるんですけど、そこを広げて捕獲する。で食べます。茹でて出汁とかにすると出汁すごい出るんで美味しいです。触角の部分シャリシャリしてて美味しいです。実際一回来てるんですよ、ここ年末、はい、ここで無人島生活延長して3泊4日後ここに来て1泊2日して何してんすか？サメ釣ってます。ロープがなかなか向こうに出なかったんですよ、海側に。波に乗って仕掛けが全部岩場に来ちゃったんで、サメそんな間近いないだろうっていう場所まで仕掛けが来ちゃった。サメが釣れなかったっていうのが一番悔しい思いをしたんで。そう、この時は全てが初めての経験だったため。すごい試作考えてるから、今回絶対取れるやつ、確実にする方法。確実に取れます。そうです。でサメ釣ったサメをちゃんと全部食べますか？サメの通り道なんで、こういうサメ釣るから。これ滑車になってます、端っこが。前回普通に流しダメだったんで、ちょうどいいとこに餌がいかないんですよ。家が向こう側も同じく滑車で止めてます。端っこ滑車になってます。ロープぐるっと輪っかになってるんです。滑車でロープが動くようになってます。岩場に止めます。で両端を滑車で止めてると。だここに餌つけたらずっと来ると真ん中まで餌が行くっていう状態です。この島と向こうの島の間に大きい竿を作った感じです。今何やってるんですか？サメ釣ってます。これ竿ですね。この針があってここに池をつけて、岩場からこの針が出てるんですけど、そこの中はその下にしか行かないんで、これをこの滑車で海の真ん中まで持ってきます。サメの通り道までこの仕掛けを持ってきます。ここにリングついてます。ここに仕掛けをつけて海の中に垂らす。で中央に持ってこの幅の中には餌はどこでも落とせる状態です。でっかい竿です。これが滑車釣りです。生きたいサメが食いつきます。ブワーッと暴れながら大海に出ていくんです。逃げていくんです。逃げていく時にロープが出てきます。ピーンと張ったところでこの自転車のチューブです。この自転車のチューブが切れないんで、ビヨーンとゴムが伸び縮みしてサメが疲れたところで僕が海に入って迎えに行きます。サメは大海に大海に逃げようとするんで、違う違う、こっちだよと、君の行き場所はこの磯だよっていうので連れてきます。もう疲れてるんでいい感じで抱いて優しい子誘導してきて、誘導してふわーっとこう岩場に近づいたところでサメの頭持ってサメの手にドンッ刺して、それでパパッと上がって引き上げてもう食べます。料理です。今年の年末は最後まで見ていただければ、でっかいサメ取って食べるの見れますから。これ翔さんはどれくらい、まあ、100% 釣れるんじゃないですか？ 100% 理論上釣れない確率が低いんです。難しいです、これ釣れないってことが。人間っていうのは考える生き物ですね。こうやって生きたまま生き餌で。今何釣ってるんですか？サメ釣ってます。諦めてない。何も何も始まってない。何してるんですか？サメ釣ってます。何してるんですか？サメ釣ってます。50時間で1回失敗してもう1回やろうとして、2018年の釣りの今の最新版です。滑車釣りです。滑車っていうのもすごいいいやろな。プロでしょ、ダイナミックな釣りになってます。これで釣れるはずなんです。あとはもう思い通りいくかどうかですね。そんな考えている通りうまくいくかどうかっていう。サメ頭いいって。頭いいって思う。所詮魚なんで魚に負けるわけがない。サメ対人です。今回のテーマは 100% 安全じゃないですよ。危ないですよ。サメを舐めたことしないんで、今回陸からサメを釣る人をテレビで放送するの初めてだと思います。こういう仕掛けが必要になってきますからね。何してるんですか？サメ釣ってます。これ何してるんですか？サメを釣ってます。この仕掛けで何十回でも言いましょう。この仕掛けでサメを釣ります。とにかく生き餌を取らないと、ここで釣った魚をここのサメは食べてるんで、ここで餌を取るのが一番ベストです。速攻釣ろう。その言葉通りすぐさま来た。タカベが釣れました。口掛けですね。タカベを餌にサメを釣る。南方系の魚ですね。タカベ、タカが漁村用語で岩礁域では魚、岩礁域に住む魚っていう意味でタカベって呼ばれてます。
基本的には焼き魚用の魚で刺身には向かないです。漁師さんは結構煮付けにして食べてます。小ぶりなものだったらそのまま唐揚げにしちゃっても美味しいです。東京の沖縄料理の店とか行くと高値出てますからね。関東では高値で取引されるんですけど、大体1匹1200円じゃないですか。さあ、なぜか三重県では値段がつかないというあんまり釣る人もいないです。異常にマニアックな高部の説明をしている間にもう一匹ウスズメが釣れました。でっかい魚マニアック雑学がまた来るぞ。ウスズメはね、同じなんとか釣る時の下道なんですよ。嘘臭いって言われてるんですけど、すごく釣れた瞬間必ずうんこプリプリって出るんですよ。で、地域によってはうんこタレとかクソタレと、四国ではねババタレなんて呼ばれてます。夏場は海底の小動物を食べるんで、身は特に嘘臭いです。冬場は海苔とかを食べるんで臭みもなくて美味しいです。ウスズメなんか美味しくないと多いけど、僕は美味しいイメージがありますね。淡白で白身で、伊豆七島周辺ではウスズメってよく食べてますね。イメージ切り身を酢漬けにして薬味や香草を添えてキーマカっていう郷土料理があるぐらいです。で、背掛けします。さっき口掛けしたんですけど、今度は背中にかけます。背掛け、これ一発で食べる魚ってすごいよな。匂い、そして生命力が強いイスズミを生き餌にし、滑車を使ってサメの通り道に仕掛ける。一広ぐらいのところにね、サメありますので、あの餌にサメが食いつきますから、この最中に来る可能性もあるから。果たしてマン VS サメ14日間の激闘の奇跡、次回の配信もお見逃しなく。